大韓民国国軍。大韓民国国軍は大韓民国、韓国が保有する軍隊である。朝鮮半島において韓国は軍事境界線を挟んで朝鮮民主主義、人民共和国、北朝鮮と対峙する地理的位置にある。朝鮮戦争と冷戦を経て、韓国軍は国家の安全保障を達成するために常に臨戦体制を維持してきた。 韓国軍の目標は1981年11月の国防部政策会議の議決によれば敵の武力侵攻から国家を防衛し平和統一を支援し地域的な安定と平和に寄与すると定められている。韓国全軍の最高指揮官は憲法63条を参考において大統領とされており国軍を統帥する最高指揮官であり朝鮮半島の統一について 憲法上の義務を負っている韓国軍は陸海空の三軍体制であり、2014年10月時点の国防部長官は官民級合同参謀本部議長は最準規であるが、ほぼ陸軍大将の指定職となっている。現有総兵力は約63.5万人、内陸軍約50万、海軍に約7万人、海兵隊2.9万人含む、 空軍6.5万人、予備約380万人である。さらに、在韓米軍2万8500人が駐在する。朝鮮戦争以来の米韓同盟にて、アメリカ軍との制度と運用面での緊密な連携があり、しばしば共同軍事演習を実施している。平時の作戦党政権は、韓国軍が単独行使するが、有事の際の戦時作戦党政権は、 米韓連合司令部が掌握している。韓国軍への戦時作戦党政権の返還が議論、されてきたが複数回にわたり、延期を繰り返し、少なくとも2020年代半ばまでは、米韓連合司令が、戦時作戦党政権を司ることが決定している。大韓民国海軍は1973年から、大韓民国海兵隊を例下に持つ。さらに、正規軍以外に、 予備役、大韓民国共同予備軍や民防衛隊という軍事組織がある。アメリカの軍事専門家で、アメリカ国務省、国防総省のコンサルタントでもあるジェームズカイ・ズンニガンは2003年の自身の著書において、韓国の軍事力を米中路に次ぐ4位に位置づけた。 アメリカの GLOBALFIREPOWER.COM による2017年の軍事力ランキングにおいて、韓国は12位である。イギリス王立合同軍事研究所、ロイヤルユナイテッドセルビセスインスティチュートは2002年に、核戦力を除い軍事力ランキングを発表し、韓国を米中ロフッツエに次ぐ6位に位置づけた。同報告書において、韓国の軍事力を 陸海空別に見ると、陸軍4位、空軍8位、海軍10位であり、陸軍に偏った戦力の不均衡が伺える。韓国国防部の年間予算は1990年度に約6兆6000億ウォン、2002年度に約16兆3000億ウォン、2011年度に約31兆4000億ウォンと急増している。2012年度の国防部から、 企画財政部への概算要求予算は33兆4800億ウォンで前年比6.6%の増額要求である。予算の拡大に伴って、玄武マイナス3巡航ミサイル、天竜巡航ミサイル、玄武マイナス2弾道ミサイル、アタクムズ弾道ミサイル、KGGBGPS 誘導滑空爆弾、海マイナス15系戦闘爆撃機、清掃大応急駆逐艦、 独当休養陸艦、軽通戦車、新型対空、対地ミサイルなど、各種兵器の開発、導入を積極的に進めている。また、ストックホルム国際平和研究所の調査によると、韓国は、核兵器や化学兵器など大量破壊兵器を除く、全世界の通常兵器取引で、世界第4位の兵器輸入国である。階級は、 幹部職と言われる将尉からスタートし、将軍級の大将までのものと、下級幹部である副士官、下士官に大きく分かれる。徴兵制と志願兵制を併用している。徴兵制は建国当初の軍備上の制約から1950年3月に一旦廃止されていたが、朝鮮戦争最中の1951年5月25日に復活して、以降は一貫して維持されている。 兵役は、大韓民国憲法で定められた国民の義務であり、兵役法、1949年8月6日交付に基づいて実施される。すべての男性に21月以上の兵役義務があり、満18歳から満19歳までの間に、徴兵検査、適正検査を受け、身体、学力の基準に達すると、陸、海空軍のいずれかに入隊させられる。 入隊期間は所属する軍によって異なり、陸軍21月、海軍23月、空軍24月である。基本的に本人の希望によって、陸軍、海軍、空軍へと振り分けられるが、本人が特に希望しない場合は、自動的に陸軍へ入隊することになっている。徴兵後は二等兵から一等兵、上等兵、兵長まで、 それぞれ3ヶ月7ヶ月7ヶ月の経過で進級する。良心的兵役拒否は一切認められていないが、徴兵検査不合格や、その年度の予算不足のため免除や、短縮勤務となる者もいる。除隊後も、兵役義務は続き、除隊から8年間は、郷土予備軍、予備役40歳までは、民防衛隊に所属しなければならない。この間、 日常生活を送りつつも、一定の日数にわたって、軍事訓練を受ける必要があため、韓国国籍の男性が軍と関わらなければならない、期間は長期に及ぶ。昔は、芸能人や政府関係者、富裕層などが、コネなどを行使して、兵役を逃れたことがあったが、今は厳しく管理され、兵役逃れは厳罰に処分されている。2013年夏までは、 芸能兵という芸能関係のための役職があったが、相次ぐ不祥事発覚のため制度廃止になった。また、軍隊の代わりに観光庁に勤務する公益勤務要員制度がある、兵検査で現役不合格になったもの。この徴兵制度だが、2018年11月の入隊者をもって、含む期間が18ヶ月に短縮されることが決定した。韓国軍は、 アメリカ軍成果の1946年に発足した南朝鮮国防警備隊を前身とし、1948年の大韓民国成立により正式に国軍となった。当時の兵力は微弱なものだったが、1950年に勃発した朝鮮戦争により急激に膨張し、60万人規模に達した。この兵力規模は、 冷戦体制下の南北退治の局面で現在まで維持されている。朝鮮戦争中にダグラス・マッカーサー率いる国連軍、実態は多国籍軍に韓国軍の作戦指揮権は異常された。その後1953年の米韓、相互防衛条約が結ばれる。1961年の5.16、軍事クーデター以後は独裁による軍事政権が続き、 韓国軍将官や士官出身者は、社会のエリートとして、政界や経済界で主要な位置を占めた。ベトナム戦争においては、ロック・リパブリック・オブ・コリア・アーミーと呼ばれた韓国軍は、アメリカ軍に次ぐ規模の西側派遣外国軍であった。アジア圏における共産主義の拡大に危機感を募らせていた、北青期政権は、1965年夏、 アメリカ軍の軍事援助の下、ベトナムへの派兵を決定。兵力は延べ37万名、最盛期には5万の兵力を、南ベトナムに展開した。具体的部隊としては、陸軍首都士団、猛虎部隊、第9師団、白馬部隊、海兵隊、第2両団、清流部隊でいずれも韓国軍最強の隊である。1978年11月、韓国軍と、 大韓米軍を統合、指揮する軍事機関である米韓連合司令部が設置される。作戦党政権は国連軍から米韓連合司令部が継承することとなる。なお1993年に平時における作戦党政権は韓国軍へ移管された。1979年に法が暗殺されると軍情報部隊である保安司令官、 全都間少将が宿軍空デターによって実権を昭和1980年には軍部隊を投入して民主化を求める一般市民を虐殺する公衆事件を聞こた。新軍部によって軍部独裁は継続したが1993年に金ヨンサム政権が成立すると軍閥解体が断行され軍部の政治関与はなくなった。年には アメリカの要請により約3000名の在ー運部隊をイラク北部に派遣している。朝鮮半島は世界で唯一の国連軍の監視下にある地域である。韓国においては有事の際は米韓連合司令部が戦時作戦統制権を行使して作戦を遂行する。1994年12月までは 平時の作戦党政権も、米韓連合司令部が掌握していた。ロタイグ政権時代に、戦時における作戦党政権の遺憾要求が高まった。アメリカ政府は当初、韓国軍にその能力がないと否定的であったが、反米左派的なロブゲン大統領、当時が自主国防を経て戦時作戦党政権の返還を、 推進するにつれ積極姿勢に転じ、2006年10月の米韓定例安保協議会 SCM において2009年から2012年の間に変換することで合意に達し、2007年2月の米韓防衛首脳会談で2012年4月17日に異常することで両国が合意した。この異常について両国政府は共に問題ないと説明したが、 歴代の陸軍参謀総長を含む一部の韓国軍関係者専門家は国防能力に大きな問題が生じると指摘をしていた。この動きにはロブ原政権を筆頭として国民レベルで高まる反米感情やそれに起因したアメリカ軍訓練施設の不足などが影響している、言われた。韓国政府が2008年に行った韓国。 陸軍士官学校新入生に対する意識調査では、韓国の敵対国家の第一位はアメリカであるという回答が寄せられ、一般の新兵に対する調査結果では75%が反米感情を表していた。しかし、リアキヒロ政権に移行し二度目の北朝鮮の核実験や天安沈没事件が相次いで発生すると、米軍主導の防衛体制の維持が必要として、2010年6月の 米韓首脳会談で、戦時作戦統制権の異常を2015年12月1日まで延期させることを決定した。2014年10月にはさらに延期することを、米韓は合意した。韓国国防省は20年代半ばをめどにすると、している。これらの事態や、大北朝鮮有事を視野に、近年戦術の現部マイナス3巡航ミサイル、天竜巡航ミサイル、 ゲ部マイナス2弾道ミサイル、アタクムズ弾道ミサイル、K2 戦車、清掃大応急駆逐艦、イージス艦、海マイナス15軽戦闘爆撃機などの、比較的最新の装備を譲っている。しかし西側の新しい標準的戦術データ、リンクである、リンク16に接続できる装備、ジャティズや水を備えているのが、清掃大応急と、海マイナス15、早期警戒完成機、 A&C、カラス山市の中央防空統制所、MCRC のみであったため、NCW 対応について不十分な点が指摘されていた。しかし、韓国国防科学研究所とサンン、情報通信社により、2011年度に、韓国型 JTDLS、合同戦術データリンク NMS、ネットワーク管理システムの基礎段階が完成し、2012年末に、 完了する予定となっている。2011年に韓国空軍に A&C の1号機が2012年に2から4号機が配備されるようになり、徐々に解決しつつある。しかし、稼働率の低さや予算不足による改良のペースの遅さ、空中給油機導入計画の遅延などがネックとなっている。韓国では現在少子化が進んでおり、 生産年齢人口は2017年、総人口も2031年より減り始めるため、韓国軍は2005年に近代化を進めつつ、兵員を減らす計画を発表している。2006年時点で68万人だった兵員は、2013年で61万人に削減され、2020年には52万人まで減らす予定である。 第二次世界大戦後の創設当初は、旧日本軍、満州国軍出身者が、幹部のほとんどを占めていた影響により、今なお旧日本軍式の習慣が残存しているという。そのため、班長、巡検、機能、内務班など、旧日本軍の軍隊用語が、韓国軍でもそのまま定着している。日本は、同じ自由主義人英国であるため、冷戦終了までは、 友好国として接していたが、一方の韓国では、初代大統領李承晩が極度の反日主義者で、竹島、津島の領有権を主張し、李承晩ラインを引き、数々の外交問題を引き起こしている。その後日韓基本条約の締結まで、日韓の間に正式な外交関係を築けなかった。現在も、国民の間の根強い反日感情や竹島、韓国名、 独島問題を反映して、韓国軍は日本の自衛隊との衝突を想定した訓練も行っており、韓国軍では日本を仮想敵国として想定しているとする説もは、自国の艦艇に日本を意識した艦名を命名することが多い。竹島の韓国名である徳島を強襲揚陸艦に命名したのをはじめ、津島を侵略した清掃大王朝鮮出兵に参戦した。 立春心及び彼を抜擢した隆隆、ミマナを征服した公海道王が歴代主力艦に命名されている。さらに伊藤博文を暗殺したテロリストやスジューコンの名を潜水艦に命名している。実際2005年10月に韓国政府は韓米定例安保協議会においてアメリカに対し日本を仮想敵国と表現するように要求していたとする説もある。 もちろん日本と最重要レベルの同盟関係にあるアメリカ側がこの要求を受けるはずがなく即時拒否したということになっている。韓国空軍は日本の防空識別圏の直前まで南下し航空自衛隊によるスクランブル発進の直前で反転する飛行訓練を常に行っている。韓国海軍では海上自衛隊が イージス艦や P-3C を装備を導入すると、同等の装備を導入して、戦力の均衡を図っている。予算規模からすると過剰ともされるが、自衛隊と同じ装備を導入するという名目であれば、予算が通りやすいという政治的な理由によるものである。艦船は、他国の同クラス艦船に比べ、近接防御下機システムを充実させている。これは、対祖船を念頭に、 強化されてきた海マイナス2をはじめとする自衛隊の対艦攻撃能力への対抗策ではないかと考えられる。近年では射程距離 500km 以上の国産巡航ミサイル、天竜を軸に射程距離165から 300km のアメリカ製ミサイルアタックムズ射程距離180から 300km の国産玄武 IE などの地対地ミサイル部隊を新たに統括するミサイル司令部が新設された。また、誤差約5メートル以内の精密さと1000キロメートルの射程を誇る国産巡航ミサイル玄武5の実戦配備が2004年、2005年から進められており、中国の沿岸部や北京、北海道と東北地方の一部を除く日本全域が射程に収められている。射程1500キロメートルの玄武、 ファイクも2010年7月に実戦配備されていることが複数の国メディアで報じられている。なお、韓国軍は自国の士官候補生などから学生を選抜し、防衛大学校に長期留学生を派遣している。留学生は本科学生と同様の扱いを受けるが、卒業後は日本の幹部候補生学校に行くことはなく、本国に戻ることになる。日本も 防衛大学校の学生を1年間留学させるなど交流がある。海軍では防衛交流により、海軍の技術や戦術を吸収している。2005年、韓国空軍は海 -15 系戦闘爆撃機を導入したが、その導入に際して、韓国政府は両国が領有権を争っており、現在韓国側が実効支配している竹島の防衛任務に就かせると発表した。 一方、韓国海軍は将来的に創設される予定の太陽艦隊の機関として建造した強襲揚陸艦に竹島の韓国名である独島と名付けた。日本の抗議に対し韓国政府は不当な要求には断固とした対処をすると跳ねつけた。潜水艦については将来的に日本16隻が定数だが現在延命させ22隻に 増強より多い18隻を収益させるとし、費用がかかるイージス艦よりも潜水艦によるプレゼンスを重視すると発表した。朝鮮半島周辺海域だけなら18隻体制は過剰であり、日本との有事の際に日本のシーレーンを封じ込めることを念頭に置いた政策と見る軍事専門家もいる。2006年現在、佐世保に比較的近い最終島に新たに 海軍基地を建設中であり、独当艦と最新衛星水艦をそこに集中配備する計画である。陸軍では2006年5月に韓国国防日報に北ッピファン陸軍戦闘発展団長が飛行文を寄せ自衛隊の能力を高く評価した上で、竹島守備のために最新兵器を確保する必要性を強調した。必要とされる装備については、 低コストで効率の良い非対称的武器体系を構築しなければならないとし、移領島と竹島、日本海沿岸に自衛隊の監視システムとミサイル、魚雷を組み合わせた副打撃システムを構築すべしとした。2006年6月22日、ロブン大統領は日本が挑発しても利益よりも損害の方が多いと思わせるくらいの防御力を持つことが重要である。 日本との戦闘については政治に任せてほしいと発言した。2006年4月21日付のワシントンポストは、ロブ現政権が海上保安庁の竹島周辺海域海洋調査を阻止するため、日本政府への具体的な圧力として、島根県内の防衛庁施設に対する軍事攻撃を打ちしていたと報道した。また、同年7月11日に行われた売り通指導部と、 統一外交通商委員会所属議員との晩餐会の席上、ロブゲンは、米国は有法だが、日本とは対決しなければならない。と発言したと、韓国各市が報道した。また、韓国大統領府がアメリカに対し、日本への核の傘の撤廃、並びに、日本を仮想敵国とするように要請し、アメリカ政府が即座に拒否したとも報道されている。だが、こういった、 日韓関係の緊張を助長しかねない動きに、特に先日の日本に対する軍事攻撃が実際に行われた場合、自衛隊との交戦だけでなく、国際問題にも発展し、韓国の国際的信用失墜及び経済制裁、等の経済的打撃を受けかねなかっただけに、韓国国内からも有料の声が強く上がっている。2006年9月、韓国政府は、 アメリカ合衆国政府に対して無人偵察機 R9-4 グローバルホークの韓国への販売を許可するように求めていることが明らかになった。一度は MTCR の規制を理由に販売を断られたが、現在は両国政府とも売買に向けて前向きに検討中であることが明らかになっている。韓国政府が進めている自主防衛のために必要であるとの趣旨だが、 これを報道した9月11日の朝鮮日報によると無人偵察機導入の暁には北朝鮮や中国以外にも日本全土に対する偵察任務に充てる見込みであることが明記されている。2007年7月、かなり1万、キム・ソン・ン前、韓国海軍司令官は津島軍事振興計画を立案すべきと韓国政府に求める内容の機構文を表した。近年は 徴兵逃れのために国外へ移住したり、国籍出生地主義を採用している国で出産し、二重国籍を取らせて兵役年齢に達すると、韓国籍を放棄するという徴兵危機器があるほか、政治家の指定や俳優、スポーツ選手など、軍幹部への働きかけや金銭により徴兵を逃れているものもあり、社会的地位やある種の保障としての徴兵免除はたびたび、 社会問題となっている。軍に入営すると、新聞や雑誌、携帯電話の個人的保有は認められず、外出の自由もなく、現代の若者にとり大きな負担であり、徴兵を嫌をする者は多い。例えば恋人などがいても、徴兵期間の間に、ほとんどの交際が消滅するという。また、大部分が、徴兵検査後に大学に入学し、それから、休学、 入隊という形をとっているため、必然的に大卒者の平均年齢が高くなる。徴兵後に都市部の警察隊への配置となった場合、比較的自由があるが、これは一部の成績優秀者か、コネのある金持ちの指定のみである。過熱ないじめや体罰は、自殺者や徴兵のガレの増加の理由の一つであり、また、韓国では主に男性教員による学校での 対罰が問題となっているが、これも軍隊生活で対罰や私的制裁を受けた影響と得られる。さらに、海外進出した韓国企業での韓国人、管理職による部下への暴力が進出先の国で問題となることがある。現在、韓国全軍は過酷行為といわれる暴力などを部下に行使しないよう、国防部から命令として暴力禁止を掲げており、 多少の改善は見られるものの根本的な解決には至っていない。2005年1月には陸軍の中隊長が便所の水を流していない訓練兵らに立腹し全員を集めて指を大便につけるよう強要しそれでも誰も自首しなかったため大便付きの指を口に入れるよう命令した食粉事件が起こり被害を受けた訓練兵が友人宛に送った手紙から事件全容が 明らかになった。さらに同年6月19日には、北朝鮮との DMZ、非武装地帯に隣接する最前線警戒所で任務に、東立ていた GP、ガードポスト部隊所属の22歳の兵士が、日常的な上官からの言葉の暴力に耐え兼ね、手榴弾を投げ爆破させた後に、大雨啓一英児道少銃啓一個44発を乱射し、同僚兵士8人を射殺、爆殺。 うち5人は就寝中に襲撃され、その後それぞれ兵舎に戻る最中に居合わせた注意と、水を飲んでいた兵士に向かって発砲し、即死、1名が病院で死亡したするという、さざのみ川軍部隊重乱射事件、その後の裁判で、この兵士に対して、社会から永遠に隔離せざるを得ないという理由により、死刑判決が下されたなどが、ひこってり、国民に対して、 不信感を植え付ける結果となった。職業軍人たちは、徴兵制度で来る兵士たちが自殺、他殺、自傷、多傷などの軍事事故を起こした場合に、懲戒免職される規定があり、軍隊生活は幹部たちにとっても過酷である。人権活動からは、韓国軍内部での女性兵士に対する性的暴行は耐えることがないとして問題視している。 2016年に議会に提出された資料では5年間に111人の女性兵士が上官から性的暴行を受けたと告げされている。2017年には上官からの性的暴行を苦に、女性将校大尉が自殺した。ベトナム戦争における韓国軍は有望と評されアメリカの新聞に大半韓国軍の特集が組まれたほどである。また、 韓国軍と北ベトナム軍の損害比は36.1であり、アメリカ軍と北ベトナム軍の損害比は12.1。北ベトナム軍司令官が韓国軍との戦闘はできるだけ避けるようにと通達したほどであった。また、アメリカ軍と同様に民間人の虐殺を行った大便村虐殺事件、ニーフォンニャットの虐殺、ハミの虐殺などが、その内容は、 女性や子供を井戸に生きたまま落とし助けを求める声を聞きながら手榴弾を投げ込む、合姦した後生きている女性の胸をえぐる等を極めて残虐なものであった。そして、ベトナムへ進出した韓国人労働者や兵士とベトナム人女性との間に根結時、雷大藩が約二千人生まれ、韓国軍撤兵後もそのまま現地に残されることとなった。彼らはその出自によって、 ベトナム国内において差別され、一部の児童たちが極貧の生活を余儀なくされている。これら一連の韓国軍のベトナム戦争中の国際法に反する複数の集団強姦を伴う虐殺行為、ハミノ虐殺、タイビンブラ虐殺事件は、第二次大戦終結後に発生した組織的虐殺の中でもユーゴスラビア紛争時の民族浄化行為とともに、 村落ごと皆殺しにするなど、その残虐性が際立っており、重大な人権侵害が伴う大規模なジェノサイド行為である。虐殺の発生自体は、複数の国際調査機関によって確認されているが、犠牲者数については、両国政府の意見が食い違っており、特に虐殺当事者の韓国政府が正式な謝罪、及び賠償を拒否しているため、現在でも、 国際 NPO 団体による現地での聞き取り調査などが実施されており、正確な犠牲者数を認定するための科学的検証が続いている。2014年から2015年にかけて、韓国軍全体にわたる複数の防衛装病職事件が発覚している。2015年7月の防衛事業不正合同団の中間報告段階において、海軍6件、陸軍3件、 空軍3件の合わせて12件の汚職について、2人の元海軍参謀総長、元国家法勲署長、現役の予備役将軍10人を含む67人が起訴されている。また事故により起訴はされなかったが、これ以外にも複数の汚職が発覚したという。例えば、海軍の救助艦、東映に関する汚職では、納入業者が、 救助艦用のソナーの代金の41億ウォンを国から受け取りながら実際には2億ウォン、約2160万円のマグロ漁船用の魚群探知機を入りしたとして問題になった。この際、当時防衛事業庁に所属していた海軍中佐が魚群探知機を扱う会社の社員から自社製品を海軍軍艦に採用してほしいと頼まれ、約5億1000万ウォン、5500万円の賄賂を 受け取っていた。また、この中佐は、他の業者から投影艦のウインチ納入に関して1億、ウォン、1080万円のアイロンを受け取っていた。陸軍の野戦用の防寒服に関する汚職では、納品をめぐり特定業者に便宜を図ったとして、防衛事業庁の大佐と部長が逮捕された。部長は、部下の反対を無視して、出身高校の先輩が役員をしている企業とレレ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  ウォン、約1億800万円の取引をしていた。2011年には、砲兵部対応の 4GB の USB メモリー、当時しか1万ウォンイコール約1080円を、特定の生産業者から95万ウォン、約10万2600円の高値で660個も、購入していたことも発覚している。朝鮮戦争では、上官と部下が揃って逃げる韓国軍の実態が、 問題となった。韓国軍は中国軍によって戦線のはるか後方にまで駆逐され、その度にアメリカ軍から供与された高価な装備品を簡単に放棄ることを繰り返した。武器を放り出して敵前逃亡するのは韓国軍の常とされ、国連軍を率いたマシューリジウェイ将軍は事前にその行き通りを綴っている。中国軍もそれを悟り、イギリス軍やトルコ軍、 アメリカ軍の担当区域ではなく、常に、韓国軍の担当区域を最初に攻撃するようになった。韓国軍はすぐに、総崩れになり、逃げ出すために他に、国連軍部隊にも危険が及び、彼らもまた交代を予期されたとリッチウェイ将軍は、語っている。すべての韓国軍を一度前線から撤退させ、再訓練することも検討された。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。